はい、皆さんこんにちは、ランダルグルビッシュです。今回はコンバジーローシリーズガイアセーバーヒーロー大作戦の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、死神博士と戦ってヒマラヤの大爆発を阻止するというシーンをプレイしました。今回はその続きですね。ヒマラヤから本部に戻ってきたところです。ブライトですね、戻ってきたが、ヒマラヤではご苦労だった。早速で済まないが任務がある。青森の情報分析センターから連絡があった。ジオン軍は大戦力でシドニー基地を潰すつもりだ。シドニーには地球に残された連邦軍の仲間がいる。彼らを失うわけにはいかない。誰か言ってきたの？コウタロウだ。そこで僕らの指導ってわけです。さあ、シドニーに行ってジオンを倒しましょう。RX は仲間になった。ということで、パーティーに RX が変わって、V3 が分かれる感じですね。V3 は実質あんまり活躍の場はなかったですけどね。さあ、ではシドニーに向かいましょう。シドニーに向かう前にですね、ほとんどのヒーローが裸だったので、防弾チョッキをレオとアマゾンにだけ着せました。お金がなくて RX はね、ちょっと着れてません。で、アムロはですね、ネモのシールドとビームライフルを装備してます。このプチモビ状態だとマンホールの蓋ですね。では、シドニーに向かいます。お、なんかブライトモドキがいっぱいいるな。なんかバスク大佐みたいのがいますね。ちょっと話しかけてみましょう。この男が自分を雇えるうるさいんだ。今そんな余裕がないというのに。マークハンターですね。よう、またあったな。どうだ、俺を雇わないか。1500か。1500はちょっと持ってないんだよな。やめときましょう。まあ、RX が加わって今4人パーティーになってますからね。ハヤトが言いました。アムロじゃないか。ジャブローがやられたって聞いたけど、大丈夫だったんだな。今はパイロット共感をしてるんだ。まるで昔の自分を見ているようだよ。こうしてるとリュウさんを思い出すな。そういえば、この間カイさんが来たんだ。まだ街にいるかもしれないな。ということは街に行ってカイを探すのかな。ん？カイらしき人がいるな。話しかけてみよう。よう、アムロじゃないか。まあ、一杯付き合いよ。悩んでてもしょうがないさ。ところで、ダーインには行ってきたか？いや、まだ行ってないですね。なら行かない方がいいぞ。今までもシドニーの連中が攻撃を仕掛けたが、ガードを破ったことがない。ただダーインに行ったことかな。しかし、ダーインと繋がる秘密の道があるらしいんだ。西のパースにその秘密を知っているジオンの脱走兵が潜んでいる。へぇ、ちょっと行ってみましょうか。西のパース。行ってみましょう。敵がどう変わってるかですね。あ、ズゴックになってる。しかも、シャーズゴックがいるな。お金がね、防弾チョッキを買ったことによって、すっからかんになったので、まあ、敵はできるだけ倒して、少しでもお金を稼ぎながら進んでいきましょう。では、西のパースへ向かいます。パースに到着しました。では、ちょっと探索していきます。あ、あんたはもしかして連邦のアム、いや、私の勘違いでしょう。気にしないでください。そうだ、すみませんが、ちょっと用事を頼まれてくれませんか。いや、これもアムロだって完全に見バレしてますよね。ギブスンという老人に届けてほしいのです。小箱を手に入れた。じゃあ、早速、そのギブソンとやらに、小箱を届けに行きましょう。ギブスンの家。
すぐ近くですね。で、このギブスに、コミリーの家で預かった小箱を渡しましょう。そうすると、この手紙を渡してくれと頼まれていたんじゃーと。小箱を渡して手紙を手に入れた。手紙にはこう書いてある。お察しの通り私はジョンの脱走兵。私にはもう戦う気はありません。ダーウィンへ通じる抜け道を書いておきます。抜け道はパースの東にある森にある。ほう。じゃあ早速その森に向かいましょう。あ、これだな。さっきまでなかった抜け道らしき洞窟がある。連邦軍の攻撃が始まったのか。急いだ方がいいだ。ということです。じゃあちょっと抜け道を探索していきます。で、敵はいなかったんですけども、なんか子供がいてですね、子供とアムロが一緒になってはぐれてしまいました。で、これもうちょっと動かせそうにないって言ってるんで、先に進むしかなさそうですね。なので、ちょっとアムロがパーティーから外れてしまったんですが、このまま進みましょう。まあ、アムロはパーティーの中で一番戦闘力が高い、主戦力なので、ちょっと心配ですけどね。で、ダーウィンの街に出てきました。ちょっとじゃあ探索していきます。ん？ランバラルがいる。貴様らが同盟の連中か。面白い。貴様らの戦いぶり見せてもらおう。手加減はせんぞ。アムロなしで戦闘か。きついな。しまった。普通の戦闘をしてしまった。まずはザクを先に片付けたかったのに。強い。これは、アマゾンが早々に死にそうだ。まず、レオは普通にパンチで、ザク。で、アマゾンは、レオが回復だな。レオが、レオを回復役に当てて、で、アマゾンとアレックスで攻撃だな。グホ。強い。リライブ光線で、まずは、アマゾン回復させましょう。で、まずはザクを倒す。まあ、ザクは強くないんで、ランバラールのグフですね。強い度は。ただこれ普通のザクじゃない。強い。これはもしかしたらイベント戦闘かもしれないな。イベント戦闘の匂いが、プンプンしてますけど。アレックスが、やられた。そうですね。イベント戦闘っぽいですね。くそ！アムロが子供と一緒に生き目になってなければ。子供と生き目だと？貴様、なぜそれを早く言わん？戦っている場合ではない。戦いをやめだ。早く助けなければ。貴様たち、場所を教えろ。お、なんか、ランバラルが仲間になったぞ。そしたらランバラルを連れてアムロが生き目になった場所に戻りましょう。ランバラル、いいやつだな。まあ、ただ、ランバラルは強いんで、アムロなしで、イベント戦闘じゃなかったら、まあ、絶望的でしたね。では、ランバラルを連れて、アムロのところに戻りましょう。パーティーにランバラルが変わる
そういうわけではなさそうですね。ルフだ。ここか。よし、かかれ。急げよ。とりゃーっとやってくれましたね。ありがとうございます。子供に怪我はないようです。助けていただいて本当にありがとうございました。ということで、アムロがパーティーに戻って、ランバラルと一緒に行動するというね、ちょっと奇怪な状態になりましたね。では、ダーウィンの街に戻ってきました。ランバラルは、一応合流したままですね。ただ、パーティーに加わってるっていうわけではないです。なので、この後どんな別れ方をするんでしょう。では、改めて勝負だ。いや、ここで勝負になるか。待ってください。あなたほどの人ならこの戦いが無駄だということくらい分かっているはずだ。なのになぜ？確かにな。しかし、わしは軍人だ。兵たちを養うためにも命令に逆らうことはできんのだ。これも軍人の務めなのだよ、アムロ君。大人だな、ランバラル。で、ここで改めてランバラルと決戦ですね。であれば、ランバラルにしっかり戦っていきましょう。ニュータイプショット。まずは、そうだな、確実に仕留めたいので、ザクを攻撃する必殺技部隊と、グフを攻撃する必殺技部隊と、ノーマル攻撃でザクを削らす部隊で分けましょう。アマゾンとアレックスがザクを。で、アムロとレオでグフをと思ったんですけど、ザクも普通のザクじゃないな。決して弱くはない。このザク、侮れない。もしかしたら、このザクは、ランバラル隊のザクかもしれないですね。まあ、ただ、それでもやっぱりビーゴに比べると弱いんで、力押しで、このビーゴは仕留められそうかな。念には念をっていうことで、この後レオで、アレックスは回復だけしておきます。アムロはもう一発ニュータイプショットを打っておこうかな。で、レオは、リライブ光線を、アレックスに。で、アレックスは必殺技が出ないので、普通攻撃でいいかな。こんなところで行きましょう。これで決める。攻撃力50は強力だよな、本当に。120もらった。この金。ありがたい。アマゾンもレベルアップしてまーす。さすがだ。それがニュータイプの力というものか。しかし、戦士として死ねることには君たちに礼を言わねばなるまい。一体ジョンは何をしようというのか。わしには誰かに利用されているだけのように思えて、てんてんてん。うはぁ。ランバラルが自決しました。何もない。屍すらない。ランバラル。というわけで、今回はキリがいいのでここまでにさせていただきたいと思います。ランバラル隊との決戦でしたね。では次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。